シュタディオン・アンデ・アルテンフェルステライは、ドイツの首都ベルリン市にあるスタジアム。略称はアルテフェルステライであり、略称は AF である。1、FC ユニオンベルリンのホームスタジアムでもある。1920年8月7日に SC ユニオン、オーバーシェーネバイデにより、グラウンドを開設した。収容人数は約 18,100 人であったが2008年に、徹底した改修が行われ、いくつかはまだ完成していないものの 19,000 人余りとなった。クラブの経営陣はファンの後押しもあり、座席3014席を含む 19,000 席余りとすることに決定したが、ひな壇上のグラウンドはそのままである。スタジアムはケーペニック地区西部、オーバーシェーネワイデ地区との境界近くに位置する。北側はブールハイデ市民公園に、東側はヘンメルリング通りに、南側はブーレ川に、西側はアンデア・ブールハイデ通りに面している。施設全体として、サッカー場、ボーリング場、体育館、6つの練習場があり、ユニオンベルリンはこの施設のうち、南西にある2つの練習施設とサッカー場を所有者のベルリン市から借りている。サッカー場の観客収容人数は 18,432 人で、ベルリンにあるサッカー専用競技場としては最も収容人数が多い。観客席は4つの区画に分かれており、バルトザイテと呼ばれる北側のスタンドと東側のバックスタンドで立ち見席のみ、ブーレザイテと呼ばれる南側のスタンドの立ち見席と座席でホームチームの観客と対戦相手の観客を隔離している。西側のメインスタンドは座席のみでVIP席がある。ありがとうございます。